はいどうもこんばんはおつぱいです、えー、今日は、えー、東大の問題もプログラミングで余裕説というのをやっていきたいと思いますはい、えー、まずは、えー、2003年の東大の、えー、数学の入試問題ですね円周、えー、率が3.05より大きいことを証明せよという問題があったそうですで、これをプログラミングを使って答えを求めていきたいと思います まずこれに使うのが、えー、Python で有名なライブラリ NumPy というものを使います。そしてじゃあどうやって求めていくかというと円周、まあの長さというのは、えー、内接する何、えー、たら角形の外周よりも大きいというのを使って求めていきたいと思います。まずは、えー、このの ナムパイとですね、あとは、えー、描画用のマットプロットリブというのを使って、えー、図形をちょっと書、えー、いてみましょうと思います。まずは、単純にですね、えー、っと、円を書いていきたいと思います。 でここからはややお時間かかりますんで、えー、ちょっとしゃべりながらだと間違えてしまうことあるかもしれないですがお付き合いください <laughs> さてとりあえず、えー、半径がいくらでもいいんですが とりあえず半径1で考えて、x の取り得る値っていうのが、えー、ナムパイのサイン、そして、えー、y の値ですね、x 座標と、えー、y 座標の値というのを、まあ、それぞれ、えー、つけ、 作ってあげるということで、プログラム上で円を書くことができます。まあ単純にですね、360度分の値を求めて、それで描画するということになります。はい、なので、まあ、x と y は360個ですね、数字を作ってあげると。 えー、マイナス百八十から百八十まで三百六十一個ですがここでこのようにしてはいこれで Y ができると X 軸と Y 軸 の値をそのまま xy ということでまあ入れてあげるとどっか間違えましたねここかえっとよっ えー、こんな感じでちょっとでかすぎましたねはい、えー、こんな感じでまあ、丸を書くことができますはいでここにちょっと装飾を施してあげましょうちょっとわかりづらいので まあ半径の取り得る値からこのメモリをですね作ってあげてそして一応ですね丸が ちゃんと書かれるようにアスペクト比を固定してきちんとですね縦横揃えましょうということをします。はい。そして、えー、プロットショーで、はい。これで縦横きっちり揃ったはずです。 はいえー、まず、ナムパイとマットプロットリブで、はいまあ、一点一点値を作ってですね、まあ、描画するということをしましたで。今回はちょっと分かりやすくするために半径、まあ、5の円を描いてみるということをします。ここですね。 で、ここに半径を入れてあげると、はいえー、このように、まあ、半径5の円というのができます。はいえー、ここに内接する今度は何たら角形というものを別途描いてあげようと思います。今のこの、こ 円をですね、そのまま、まあ、コピーして、はい、円はそのまま使うので、今度は、えー、x と y ですね、えー、こちらの値を、なんたら角形のやつを作っていきたいと思います。えっ、ー、と、x に、 2としてまあここは適当な配列で何たら角形というものを作っていきたいと思いますそしてこの、えー、何たら角形というのが、えー、12角形ですねはい、えー、12角形なので、えー、と一番上を頂点でまず上下左右4点そしてこの 上下の間適当に2点ですね、えー、と座標で言うとこの、えー、x 軸3、4のところと x 軸4、y3 のところっていうのが必ずこの円に接する点になるはずです。半径が5だと一番最初は一番上の、えー、x 軸0の y5 っていうこの焦点。 対して、えー、なんでしてでょうね、えー、3とか4とかですねそういった座標がきっちりとこの円のところに収まってくるという半径になるのでこいつを使っていきたいと思いますではここに、えー、っとまず一番 x 軸が上が0で34で 五、えー、ですよね。で四四三ゼロで三ゼロの次が、えー、円周の逆の部分になるので、えー、軸が3、えー、マイナス三のマイナス4マイナス五まで来てまた折り返しが4 3マイナス四三マイナス三 の0この12点ですかね。そして、えー、y 軸の値っていうのが一番頂点が、えー、0の5。はい、x0 で y が5から始まりますと。で、次が430で、えー ナス三のマイナス四のマイナス五でマイナス四マイナス三ゼロで三四五さてこれで、えー、この円に接するまあ、十二角形ができるはずなんですがどうでしょうどうはいうまくいきましたねはいえっ、ー、と青が円で 今この円に接する十二角形というものを描いてみました。まあ単純にマットプロットリブだとこの0の0を中心にしてその外周と内接する十二角形というのを描くことができます。当然正十二角形ではなくてちょっといびつな形をした十二角形ということになります。 でこの十二角形というのが、まあ、半径5の円に接するということになるのであとはこの外周部分ですねこの辺の長さを求めてあげることで、まあ、この辺の長さが、えー、ある一定の数になるので えー、それよりもまあ円が大きくなるということですがもともとの問題が、えー、3.05ですねはい、えー、この十二角形の長さが、えー、3.05より大きければ円はそれよりも大きいはずなので、えー、証明されるはずに証明されることになるはずですとさてそれでは、えー、この 12角形のこの辺の長さを求めていきたいと思います。12角形のうち、まあ、全てを求める必要がなくて、この右上部分の3辺ですね、ここだけの長さがあれば、この4倍になるので、まずは3辺の長さを求めてみましょう。はい、そして まずはこの点のところですね4点必要です3辺はここですね053の44の35の0というこの4辺で4点ですね4点から えー、これで、えー、この12画形のうちの右上 3, 点分、えー、3辺分の、えー、座標というのが指定できます。そして、えー、この辺の長さをそれぞれ求めていきましょうということをします。はい、まあ C1、C2、C3 という形で、まあ、長さをですね、えー、求めてあげると。時に、このですね、えー、長さっていうのが、えー、ナムパイの、ちょっと読み方わかりないですが、えー LINALG ですね。という、まあ、メソッドで求めることができます。そして、えー、この辺の、まあ、1つ目と2つ目、こいつの座標を指定してあげると、はいえー、このように指定をすると、 はい、その一辺の長さが求めることができます。そして答えは単純にこいつをですね4倍してあげればいいということになるので C1 の長さと C2 の長さと C3 の長さというものを4倍した値というのが c の長さと c の長さというものを倍した値というのが えー、ここのの十二角形の長さとということになります、はい、で実行すると、えー、30.95ということになります。で、えー、半径が今10の円になっているのでもともとはですねこの3.05という値でした。 えー、こいつは、まあ、単純に、えー、10倍されているということなので、まあ、30.5よりも大きければとりあえずはこの多角形の方が大きいので、えー、その多角形よりも、えー、円周の方が長いということになるはずです。はい、そして、えー、この円周の長さっていうのが はいえー、ナムパイのパイというので求めることができます。えー、スペル間違えましたね。はい。えー、ナムパイの三、まあ、3 1 4の10倍しただけなので、まあ、31.41ということで、えー、この多角形というのは、まあ、30.595、えー、という大きさに 長ささはこの大きさになりますとそしてまあ円周率から求めるこの円の円周の長さというのはになります当然この多角形から求めた30.95よりも大きく問題に定義されている3.05よりも大きいということが証明されるということなんだそうです。はい えー、他にもですね、えー、この何かしらの、えー、値を使って、まあ、それが3.05よりも大きければ、まあ、証明されるということなので、えー、いろんな解き方があるそうです。まあ、こいつはその解き方のうちの一例になります。分かりやすいので、えー、このマットプロットリブを使ったやり方っていうのは、えー、正多角形ではなくて、このいびつな角形を まあ用いた解放というのを今回選択させていただきました。はい。えー、いかがだったでしょうかえっ、ー、と、Python と、えー、そのライブラリである NumPy と m a t p ロ o t l i b を使えば、まあ、このようにですね、えー、簡単な図形を描画すること、えー、数学の問題用にですね、えー、こういったものを定義することも簡単にできるようになっております。はい。今回はここまでとしたいと思います。それでは。